ダリエル・イノホサ・エルナンデスは、キューバ共和国具アンタナモ州出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。2008から2009シーズンに安定感が増し、防御率も前のシーズンの6.44から3.61にまで下げた。2010年7月に行われた第5回世界大学野球選手権大会でキューバ代表に選出された。スリランカ戦では7回コールドで、 参考記録ながら完全試合を達成した。同年10月の第17回アイブフインターコンチネンタルカップのキューバ代表にも選出された。香港戦で5回コールドで参考記録ながら完全試合を達成した。2011年10月の第39回アイブフワールドカップと第16回パンアメリカン競技大会のキューバ代表に選出された。 2012年11月6日に、サムライジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表のキューバ代表が発表され代表入りした。同日、台湾で行われたサンダーシリーズのためらい台した。サンダーシリーズ終了後の14日に来日した。2013年の第3回 WBC では二次選考まで候補として上がっていたが、最終候補には残れなかった。 2013年2月にメキシコに亡命し、6月にフリーエージェントの権利を取得したことを発表。10月20日にボストンレッドソックスと425万ドルのマイナー契約を結んだ。2014年4月1日にトリプル A 級ポータケットレッドソックスへ移動した。2015年4月29日にメジャー昇格を果たし、5月3日の ニューヨークヤンキース戦で8回1死から5番手としてメジャーデビュー。先頭のアレックス・ロドリゲスを三振に仕留め、三死球を出しながらも1.2回を無失点で切り抜けた。翌4日にマイナーオプションでトリプル A 級ポータケットに降格し、その後は昇格がないまま7月10日にディーフとなった。2015年7月15日にウェーバーによりフィラデルフィアフィリーズに移籍した。 40人枠に入り、マイナーオプションで参加のトリプル A 級、リーハイバレーアイアンピックスに配属された。結局、フィリーズでは18試合にリリーフ当番し、2勝0敗、防御率0.78という素晴らしい成績をマークした。なお、レッドソックスでの1試合当番を合算すると、防御率0.7323奪三振となる。 2016年は10試合に登板して0勝1敗、防御率3.278奪三振の成績を残した。10月7日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級リーファイバレーへ降格した。2017年5月17日に放出された。2018年3月1日に引退が発表された。平均90マイルパーアワーの速球に、 落差の大きい高速スライダーを軸とする力投波であるが、請求が不安定であるため、調子が悪いと自滅炎上してしまうことが多い。ありがとうございます。